今日はモデルさんの腰の具合があまり良くないということなので、腰痛の、整体整療を行っていきます。よろしくお願いします。触られたくないところありますか？ないです、大丈夫です。はい、はい、硬いですね。その辺怪しいですね。あ、きついですか？いえ、気持ちよかったです。痛いですか？大丈夫ですか？痛いですか？怖いくなってきましたけど、まだ大丈夫です。膝の方はいかないですね。はい、ここいいですか？そこまでだったら、はい、怖いんで膝が、はい、今痛いですか？はい、まあでも我慢できますけど。痛い、今のは痛かったですね。腰がっていうよりもここが全然弾力がないですよね。あ、そうですか。全部ですか？全部つながって。腰はそんなにひどくない。いや、腰は腰で悪いんですけど、これはまずい
痛い。あ、できてないですよね。はあ、気づかなかった、もう痛い。非常に息苦しい感じがしますね。うん、息苦しくなかったですか？ああ、言われなかった。全然わかんないです。痛い。そうだったんですねって感じ。でも言われたら、あ、そういえばってなります。気づかないです、もう。めちゃくちゃ痛いです。もうすごい悪いですね。もう全然押せれてないですもんね。もんね、こっちもなんか跳ね返して。そうなんですよね。なんか相当なんか板になってるから危ない感じですね。なんかね、とりあえずそれを整えないと。すごい脈が出てる。うん。そう。ここめちゃくちゃ痛いです。お母ちゃんもおかしくなってもおかしくないんだ。痛い。全然強くしてないですよ。なんでこうなっちゃったの。痛い。そこすごい。まあ、つまりあれですよね。コルセットしないと普通に仕事できない状態ですもんね。相当悪いじゃないですか。だってそれ。痛い。今までの中でも。ああ、そうですか。コルセットしてる。してて楽っていうのは、まあ、コルセットが筋肉の代わりしてくれてるからなので、根本的な解決には全くなってないですからね。それで 2日ぐらいやりまして、2日依存してました。そうですね。そうすると余計に下手すると筋肉が落ちてきちゃうので、まあ必要に応じてつけるのはいいんですけど、なんかないと不安みたいになっちゃうとずっとつけっぱなしになるから、それは避けたいですね。痛い。足も冷たいし、右足の方が短いですね。足辛かったんじゃないですか。腰の方が心配で足に気にならなかったですか。足ですか。はい。分かんなかったです。足も相当本当はだるさとか冷たさが気になる状態になってたはず。あ、冷たいっていうのは、冷えるなっていうのはすごくありました。もういっぱい血管見えますからね。足状態悪くなってますね。暑い分、外が暑い分足が冷えるっていうか、だからすぐ冷えちゃうんですよね。足濡れたまま外出るから。あれですけど、ぎっくり腰ぐらいです。どうだろうな。特定ができない分、びっくり腰の時より難しいかもしれないですね。あ、本当ですか。もうどっちもどこにもいっぱい要素があるから、どこに焦点を当てるべきなのかが難しい。どうしたら今、じゃあちょっととりあえず一番楽な姿勢取ってもらっていいですか。多分一旦楽な姿勢取ってもらった方がいいですね。これですかね。これ楽ですかね。こ
これが一番楽かもしれない。じゃあその姿勢からやっていきましょう。はい、はい、痛くないですか？ちょっと痛いぐらいで大丈夫です、うんうん、ちょっと痛くなってきましたね。痛み強いですか、さっきより？さっきよりはちょっと出てきて、うん、うん、ちょっと特に痛い場所探しましょうかね。はい、圧痛点がいろいろあると思うんですけど、ちょっといろいろ押していった中で一番痛かったところを言っていただいて。最初押してた時にこの辺が痛かったですよね。すごい痛かったですよね。あ、その辺です。それが一番痛い。はい、ここ、はい、あ、すいません、いいですか、いいですか。いいですよ。今力抜いてるから痛くないですよね。はい、はい、これ痛くないですかね。はい、大丈夫です。楽にしててくださいね。はい、うわうわ、痛みの質変わりました？あ、ちょっと変わったけど、はい、痛いは痛いですね。痛いは痛いですけど、はい、はいはい、これで痛くないですよね。はい、これは激痛。ここは激痛、はい、はい、力抜いててくださいね。はい、息はーってゆっくり出しちゃって力抜いてくださいね。肩の力抜いて楽にしてください。楽に大きく呼吸して口を大きく開けてはーっと吐いてください。楽にしてくださいね。力抜いて、これで緩むはずなので、はい、はい、緩んでるという意識を持ってゆっくり楽にしててください。はい、
丈夫ですか？あ、痛いは痛いけど違います。変わりました。違いますね、はい、ここがまだ硬いですね。そうです、怖い、ね、これ痛い、怖い怖い。痛くないですね、はい、先ほど同様に楽にして大きく息を吐いて、うん、あーっと楽に呼吸をしてください。力を、全身の力を緩めて、力を抜いて、肩の力を抜いて、体を楽にしてくださいね、うん。違いますね。だだだだだ、いや、ちょっと、あいつだだだだ、違わないですか？こ、そこは違う。あ、ね、そこは違うんです。ここは違わない。ここだけ。ここが痛いですか？ここ激痛です。あ、そうですか。さっきよりもでもポイントが、ここも平気ですよね。まあ、平気、はい、平気っていうほどじゃないかもしれないですけど、うん、なりました。もう今までに感じるぐらいの、うん、はい、はい、あ、押されてるなあっていう響きぐらいですよね。痛い怖いっていうのはないですよね。ないですね。でこっちも、あ、そこだけ怖い。怖いですか？楽にしてゆっくりしますよ。怖くないですよね。これをこれ押せてるので、はい、はい、でこの奥ですよね。あ、そうそうそう。あ、ないですね。ないですよね。はい、はい、ここまでは取れてるので、ほぼ取れてるんですよ。で、この奥の小さいのだけですね、あとは。はい、で、ここですよね。はいはい、すいません。はいはい、大丈夫です、大丈夫です。痛くないですよね、今。はい。はい、息はーっと楽にして、はい。取れますか？今まで取れたように、ここも取れますので、はい、楽にして。ゆっくり押しますよ。はい、はい、どうですか？大丈夫です。ないですね、はい、で、このさっき押してたとのここなんですけど、はい、ここもないですね。はい、はい、で、こっちの臀部は今取れました。はい、はい、で、ちょっとじゃあうつ伏せになりましょうか。はい、本当に右の臀筋に痛さや怖さがないですね。もう完全にこの周り全体が緩んでますね。はい、はい、足合いの血行も良くなってるの分かりますか？ここ暖かいですよね。暑くなりました。はい、暑いですね。こっちが取れたので足まで血行がよくいってます。はい、はい、で、そうなってくると多分この右腰、はい、はい、押された感じ全然違いますね。うん、スムーズで柔らかいですね。はい、はい、で取れてるので、まあ、こっちはこれでいいですね。で、左側、あー、でも、あ、そこは痛い。やっぱりここは痛い。じゃあ、まずここはここでやりましょう。ちょっと左を上にして、はい、横向きに。で、ここ、こういうとこだけですね、痛いのね。そうですね、はい、楽にしていただいて、ちょっと寄せて緩めますのでね。これで痛くないですね。はい、はい、あ、いいですよ、自然に力抜いててください。はい、さっきの感じと同じで楽にして柔らかくなってるイメージで、息はーっと口開けて、大きく開けてはーっと出してください。お腹から空気も全部バーッと出す感じで、はーです。鼻から吸って、口から縦に口開けて、はー、顎の力を抜いて
はい、緩めますね。はい。下ろしていきますね。楽にしていただいて。ゆっくり押しますよ。どうですか？大丈夫です。はい。極端な凝りないですね、これでね。はい。で、こっちもだいぶ取れてるので、はい、ここですね、ここはちょっと凝りがありますね。そうですね。ちょっとここもまた最終的に取ってきますので、今楽ですね。はい。力を抜いて大きく呼吸ですね。鼻から吸って口からはーっと吐いてください。完全になくなったわけではないんですけども、うん、はい、そんなに気にならないですね。そうですね。はい、怖いなとか痛いなという辛さはないですね。はい。で、骨盤の方もまあこれで一応こう弾力が出てきているので。はい、骨盤から下は足もあったかいし、そうですね、状態良くなってますね。はい。はい、次は背中ですね。背中もちょっと横向いてやっていきましょうかね。向きやすい方から横向きになってください。はい、うん、やっぱりすごい狭くなってますね。うん、この肋骨と骨盤の間が非常にもう、ないですね、ゆとりが。うん、ギリギリまで近づいてしまってますね。さっき痛かったですけど、うん、今どうですか？です、はい、痛くないです。はい、ちょっと広げたいので、うん、はい、ちょっとこっちの、はい、伸びてる感じありますか？はい、はい、きつい感じはないですかね？ないです、はい、はい、ちょいぐらいですかね。はい、はい、元に戻していただいていいですよ。反対横向きにお願いします。で、こっちも狭いですね。ここ開きますので、ちょっと横に上に頭を、ね、きつくないですね。はい、大丈夫です。はい、
今あのイメージも非常に大切なので、はい、この肋骨と骨盤、この部分とこの部分ですね、上半身と下半身の間がちゃんと開いているような、あの、はい、ここが伸びている感じをあのイメージしながら受けてください。はい、はい、ここが狭くなってしまうと腰椎の負担が増えますので、ここに隙間ができるイメージを持ってください。あ、痛いです。痛かったですか。痛いですかね。したらですね、肩をこう近づけていただいて、これはきついですか。です、はい、じゃあ今度仰向けにお願いします。回しますね。はい、裏も行いますね。両膝立てましょう。はい、ちょっと左右に倒しますね。きついですかね。大丈夫です。大丈夫、はい、こっちの方が行きづらくて、こっちの方が行きやすいですよね。そうですね、うん、でこっちからですね、こういうふうにあの両足がこっちに立つまで、ここからこういう形になるようにちょっとあの私抵抗かけますけれども、はい、はい、お願いします。上げていってください。はい、上げてください。はい、両足がピタッとつくまでもうちょっと、はい、楽にします。はい、あと2回行います。はい、よいしょ。はい、いいですよ。あと1回ですね。はい、お願いします。グッと頑張って、はい、いいです。お疲れ様です。はい、はい、両足回しますね。はい、前より力出てないですね。そうですね、すごく弱くなってましたね。でも3回目でだいぶ戻ってきましたね。はい、はい、こっちとこっちと倒しやすさが出てますね。あ、すね、変わらないぐらいです。はい、はい、そうですね。はい、今こうやって寝てて、はい、腰の負担感じますか？あ、感じません。はい。か、はーっと吐いて、吸って、はい、はーっと吐きます。はい、はー。そんなに辛くないですよね。はい。上の方をしますね。楽にして、
なんか全然やっぱり下っ腹に力が入ってないですね。あ、そうですか。なんか無気力になっちゃうこと多かったんじゃないですか。気力、やる気出ないようなことはなかったですか。なんか立ち上がる気力が出てこないとか。 あったかもしれませんね、結構多分無理に力入れてた感じで、はい、あの腰から下はちゃんと体に力が入ってなかったと思うんですよね。よいしょ、こっち側もやっていきますね。さっきと同じ感じなので楽にして吸って、はい、吐きます。はい、あ、こっち大丈夫ですね。辛くないですね。はい、もうちょっと上やっちゃいますね。吸って、はい、吐きます。はぁ、お腹も水分が残ってる感じ、水毒状態っぽいですね。体、お腹がチャポチャポ言ってますよね。苦しいです。はい、水がある感じ言われて、お腹に水がね、残ってる感じですよね。でしかもそれが痛い、痛い、なんか、あの内臓の働きが弱ってるんですね。弱ってるんですか。マミちゃんお腹がバン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 。でも今だいぶこれで、あとは頭とかを取ってましょうかね。結構体に余計な力が入っちゃって、はい、それがまあ良くないっていうのがあるので、こう体に歪みとか力みがあるとこう痛いんですけど、痛い。全然違うんですね。なんででしょう。足が本当だ、足にあったかさが出て、すごい、すごい全身ガチガチだったですね。こんなに痛いと思わなかったですね。そうですよね。全部取れて初めて、前がひどかったっていうことを気づいて。そうなんだよね。あんまりひどくなっちゃうと、そういうもう今自分がどういう状態なのかも自分で分かってないから、そんなにひどくないって思って。そう、でもだから今日はとにかくすごい硬かったので、カウンターストレインをっていうんですけど、筋肉緩めて、あの痛くないやり方で、もう普通に押すのだとすごいどうやっても痛いとか怖いっていう感じがあるみたいだったので、あのほとんど一番緩んで痛くない状態に、あの痛いところを、そこ、あのお尻の、そうそう、首とかでも使えるんですけど、その突っ張ってて痛いので、そこを一番痛くない緩んだ状態にして、軽く指を当てておいて、軽くちょっと揺すったりするのは、あの緊張を解くためなんですけど、力を緩めてもらって、で筋肉が緩んだ状態を維持することで、あの 脳にですね、体がこの状態が正しい、緩んだ状態でもう警戒を解いていいっていうような、あのサインを出して、で、あのその状態を維持するっていう、柔らかくして痛くなくなるっていう。はあ、本当すごかった、魔法みたいな。そうなんですよね。お客さんもそういう風に言う方いるんですけど、不思議な感じですよね。だってさっきまですごい痛かったのに、もうその後、あれここ痛くない、あれ痛くない。そうなんですよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。